にちは、上田元井です。付き合っている彼にですね、嫌われるんじゃないかということを怖がってしまう女性多いんですけれども、相手にですねこう嫌われたんじゃないかなっていうふうに思ってしまった時はですね、是非恋愛はですね変化していくものだっていうことを思い出していただきたいんですね。最初はですねこうドキドキしたりとか、相手のことを、お互いにですねこう思いやれるものなんですね。ところがですね関係がこう深くなって時間が経っていくとですね、例えば男性はですねこう好きだよとか、言葉で言ってくれなくなるとか、連絡が減ってくるっていうことはよくあることなんですよね。ところがですねそういったところを、女性側がですね何か私に対するその好きな気持ちがなくなってしまったんじゃないかとか、私は嫌われたんじゃないかっていうふうにマイナスな方向に考えてしまう女性も結構いらっしゃるんですね。男性側としては何も変わったことはないのに、変わらずに相手のことが好きなのに、そのことを女性側がマイナスなふうに捉えてしまうっていう場合もあるんですよね。こういった時はですね是非恋愛っていうのは変化していくものだっていうことを是非思い出してもらいたいんですよね。最初はドキドキしたりとか、そう相手にその好きだよっていうことを頻繁に言ってくれる場合もあるんですけれど、徐々にですねそのドキドキ感から2人でいることによって安心感が得られると。これも形は違うんだけれども、幸せの一つなんですよね。最初のドキドキはなくなるんだけれど、お互いのことを、信頼できて一緒にいるだけでこう安心できる関係と、そういうふうになっていくので、最初のその段階だけしか経験したことはない人、例えば短期間で、別れを繰り返してしまう人はその最初の感覚だけしか知らないという場合もあるので、恋愛というのはそうではなくてですねこう変化していくものですから、最初のその新鮮さはですねどんなカップルであったとしてもいずれはですねやっぱり消えてってしまうものなんですよね。その次はこう安定した状態に入っていくと、お互いに一緒にいるだけでというかね、一緒にその時間を共有するだけで、幸せを、感じられるという状態に入っていくので、もし時間が経ってですね相手からこうあまり言葉でね、言ってくれなくなったりとか、あるいはその連絡のやり取りが減ってきたとしてもですね一緒に過ごしている時に幸せを感じられるのであれば、それはですね恋愛の次の形に入ったんだっていう捉え方を、した方がいいと思うんですよね。そうやって恋愛は変化していくものだというふうに捉えるとですね、無駄なその不安が込み上げてくるということも少なくなりますので、相手に蹴られたんじゃないかなというふうに思った時はですね、恋愛は変化していくものだということをぜひ思い出していただければなと思います。